12番クリスティナ・ガオさん、アメリカ。全米選手権4年連続の第5位、クリスティナ・ガオです。18歳です。四大陸選手権は初出場になります。今シーズンはスケートアメリカで初のメダルを手にしました。第2位でした。フランス大会では第4位、リプニツカヤに代わって急遽グランプリファイナルにも出場したという選手です。そこでは6位でした。クローズウィザウトタッチ、そうですね、すごくいい出来だった。すごくいい出来でしたね、うん、クリスティナ・ガオさんの演技でした。アメリカのクリスティナ・ガオです。そこにもカナダのドライバーの方が練習をしていたと思いますけれども、大学の都合で練習拠点も変わり、そして今コーチの先生が振付師でもあるということで、普段からこう振付の面でもこうすごい動いたりコーチの表で練習できているからこそ、あ、何かこうプログラムにこうスーッと引き込まれて、そうでしたね。本当に完璧でしたね。そうですね。表現の仕方、彼女変わってきたかもしれないですね。そうですね。本当にこう元から四肢が長くて綺麗なんですけれども、少し背中が丸いかなっ
ていう風な印象があったんですけど、そのあたりがだいぶ改善されてきたように思います。文武両道で頭もすごくいいんだろうから、こう要領よく練習をしていたりするのかなっていう。なるほどね。練習のメニューもね、そう、はい、ね、ただ練習するというよりは短く練習する。なるほど、すごく難しい選手なのかなと思います。ガオさんの得点 62.34。新選手の演技は激しいスタスコアとなりました。 62.34 です。現在の順位は第1位です。そしてヒットの数の中で第1位となっています。Her season's best score putting her currently in first place。 レベル3といった取りこぼしがあっての中でこのスコアということですね。